感じで。放て。はい、今回あの一丁でも初めての試みで一丁で打っていただきましたが、なかなか一丁でも迫力ありますね。彼女の甲冑も今回の甲冑教室で初めて完成したものです。続いて6人になります。6人で一斉に打つんですか？今度は一斉でなしに、あの順々と言いますか、だんだんに、最下古流法術では、だんだん話と言います。はい、用意よろしいですか？鉄砲隊さん、よろしいですか？あれ一つ一つあの火薬を詰めているんですか？そうですね、火薬を詰めて、あの、はい、鉛の玉の代わりに、ティッシュペーパーを丸めたものなんですけど、今度の采配が先ほどの伊藤さんの息子さんです。はい、今回の甲冑教室で完成した甲冑を身につけて初采配ですね。今孫市の会にはどれくらいの会員さんがいらっしゃるんですか？個人でだいたい110名ぐらいございます。はい、あの団体もある、11団体ぐらい。今込められましたね。そして少し調整があるようですね。はい、お願いします。はい、最下古流法術だんだん話見事に成功しました。火薬の香りがここまで漂ってきますね。会長、はい、次はどんな演舞でしょうか？次はですね、はい、あの全員一斉に6人が一斉に打ちます。はい、これを最下古流法術は一旦放ちと申します。一旦放ち、はい、はい、まあ、他の隊ではあの、連射とか、先ほどの段々は連射とか、はい、で一旦放ちのことを一斉に聖書というところがあります。最下古流法術では一旦放ちというようなことを言います。おさあ、また準備が整うまでしばらくお待ちいただくことになるんですが、先ほど放った六丁の火薬の匂いがまだ残っておりますね。はい、これあの本当の戦国時代の時っていうのはもっともっとたくさん放っているわけですよね。そうですね、はい、古い記述も残ってますけども、数千丁打ったとか、あの鉄砲の弾の煙で弾幕ができたみたいな、よく残ってますね。はい、それではお願いします。はい、組み立てで組み立て、ありがとうございました。